こんにちは。今日の講義は書籍、老化スピードを遅くするシミ、シワ、たるみ、糖化を予防するアンチエイジング術を医者さんが教える老けない習慣です。皆さんは日々年齢を重ねることに不安を感じたり、若々しさを保ちたいと思ったりすることはありませんか？この本は形成外科専門医である糸井百合恵先生が執筆された。そんな私たちの悩みに寄り添い、医学的な見地から実践的なアドバイスを提供してくれる素晴らしい一冊です。まずこの本の構成について詳しくお話ししましょう。本書は大きく4つの章に分かれています。第1章では肌について、第2章では髪について、第3章では体全体について、そして第4章ではメンタル面についてそれぞれ詳しく解説されています。この構成は私たちの体と心の健康を総合的に捉えようとする著者の姿勢を表していると言えるでしょう。第1章の肌に関する部分では、まず肌の基本的な構造について説明があります。皆さんは私たちの肌がどのような層で構成されているか知っていますか？表皮、真皮、皮下組織という3つの層があり、それぞれが重要な役割を果たしています。著者はこれらの構造を理解することが効果的なスキンケアの第一歩だと説いています。またシミやシワ、たるみといった肌の悩みの原因についても詳しく解説されています。例えばシミは主にメラニン色素の過剰生成によって引き起こされます。紫外線や炎症、ホルモンバランスの乱れなどが原因となることが多いのです。シワは加齢に伴う皮膚の水分量や弾力性の低下、そして表情筋の繰り返しの動きによって形成されます。たるみは真皮層のコラーゲンやエラスチンの減少、そして重力の影響によって生じます。これらの知識を踏まえた上で、著者は日々のスキンケア方法について具体的なアドバイスを提供しています。例えば朝の洗顔については、肌が乾燥しているときは水だけのパシャパシャ洗いがおすすめだそうです。これは夜の間に分泌された皮脂や汗を落とすには10分で、かつ肌の潤いを保つことができるからです。また日中の紫外線対策の重要性も強調されています。紫外線はシミやシワの原因となるだけでなく、皮膚がんのリスクも高めます。そのため日焼け止めの使用は欠かせません。著者は日焼け止めの選び方や塗り方についても詳しく解説しています。例えば SPF と PA の違いや適切な使用量、塗り直しのタイミングなどについて具体的なアドバイスが記されています。さらに夜のスキンケアについても触れられています。夜は肌の再生が活発になる時間帯です。そのため適切な保湿ケアが重要になります。著者は化粧水や美容液、クリームの正しい使用順序や各製品の役割について解説しています。また肌質や季節に応じたスキンケア方法の変更についても言及されており、読者一人一人が自分に合ったケア方法を見つけられるようになっています。第2章では髪の健康について詳しく解説されています。エイジング世代の髪は日常のケアで大きく変わるそうです。著者は髪の構造や成長サイクル、そして加齢に伴う変化について説明しています。例えば加齢とともに髪の成長サイクルが短くなり、髪が細くなったり薄くなったりする傾向があることが述べられています。この章で特に印象的だったのはブラッシングの重要性についての記述です。ブラッシングは単に髪を溶かすだけでなく、頭皮の血行を促進し髪の健康を維持するのに役立つのです。著者は正しいブラッシングの方法や適切なブラシの選び方についても詳しく解説しています。例えば髪の長さや太さに応じて適切な硬さのブラシを選ぶことや、頭皮から毛先に向かってゆっくりとブラッシングすることの重要性が述べられています。またシャンプーやトリートメントの選び方や使い方についても詳しい説明があります。例えば髪質や頭皮の状態に合わせたシャンプーの選び方や、シャンプー時の適切な水温、マッサージの方法などが紹介されています。さらにトリートメントの使用頻度や髪の内部まで浸透させるためのテクニックなども解説されています。薄毛や抜け毛の悩みについても触れられており、その原因や対策方法が詳しく説明されています。例えばストレスや栄養不足、ホルモンバランスの乱れなどが薄毛の原因となることや、
これらに対する具体的な対策方法が紹介されています。また育毛剤や発毛剤の選び方や使い方についても医学的な見地から解説されています。第3章では体全体の健康について焦点が当てられています。エイジング世代は体のバランスが崩れやすく、小さな不調が積み重なりやすい時期です。著者はこの時期に起こりやすい体の変化や不調について詳しく解説し、それぞれに対する対策を提案しています。例えば代謝の低下や筋肉量の減少について触れられています。これらは体重増加や体型の変化、さらには生活習慣病のリスク増加につながる可能性があります。著者はこれらの変化に対応するための適切な運動方法や食事の取り方について詳しく説明しています。特に印象的だったのはエイジング世代のダイエットについての記述です。若い頃と同じようなダイエット方法では効果が出にくく、かえって健康を害する可能性があるそうです。著者はエイジング世代に適したダイエット方法として急激な減量を避け、筋肉量を維持しながらゆっくりと体重を落としていく方法を提案しています。具体的にはタンパク質の摂取量を増やしたり、レジスタンス運動を取り入れたりすることの重要性が述べられています。また更年期障害についても詳しく解説されています。更年期障害は単なる一時的な症状ではなく、長期的な健康に影響を与える可能性がある重要な問題です。著者はホットフラッシュや不眠、気分の変動といった典型的な症状について説明し、それぞれに対する対処法を提案しています。例えば食事の工夫や運動、ストレス管理などの生活習慣の改善から、必要に応じてホルモン補充療法などの医療的アプローチまで幅広い対策が紹介されています。さらに骨粗しょう症や関節痛といったエイジング世代に多い健康問題についても触れられています。これらの問題は単に痛みや不快感を引き起こすだけでなく、日常生活の質を大きく低下させる可能性があります。著者はこれらの問題を予防し、または進行を遅らせるための具体的な方法を提案しています。例えばカルシウムやビタミン D の摂取、適切な運動、転倒予防などについて詳しく説明されています。第4章ではメンタルヘルスの重要性について焦点が当てられています。著者はメンタルの安定がキレイを作ると述べています。これは非常に興味深い視点で、内面の健康が外見にも大きな影響を与えるという考え方です。ストレスは外部からの刺激に対する緊張状態だと説明されています。適度なストレスは私たちの成長や適応に必要ですが、過度なストレスは心身の健康に悪影響を及ぼします。著者はストレスの仕組みやそれが体に与える影響について詳しく解説しています。例えば慢性的なストレスが肌の老化を加速させたり、髪の健康に悪影響を与えたりすることが説明されています。ストレス管理の方法についても具体的なアドバイスが提供されています。例えば深呼吸やメディテーション、適度な運動などのリラックス法が紹介されています。また趣味や好きなことを楽しむ時間を持つことの重要性も強調されています。これらの活動はストレスを軽減するだけでなく、脳の活性化にも役立つそうです。睡眠の質の向上についても詳しく解説されています。良質な睡眠は心身の健康維持に欠かせません。著者は快適な睡眠環境の整え方や睡眠の質を高めるための生活習慣について具体的なアドバイスを提供しています。例えば就寝時間を一定にすることや寝る前のブルーライト対策、適切な寝具の選び方などが紹介されています。またポジティブシンキングの重要性についても触れられています。著者はネガティブな思考パターンが心身の健康に悪影響を与える可能性があることを指摘し、ポジティブな思考を培うための具体的な方法を提案しています。例えば毎日の感謝の習慣や小さな成功を認め合うことの重要性が述べられています。さらに社会的つながりの重要性についても言及されています。人との交流や社会参加がメンタルヘルスの維持に大きな役割を果たすことが説明されています。著者は家族や友人との関係を大切にすることや地域活動やボランティア活動への参加を推奨しています。この本の特筆すべき点は、
医学的な知見に基づいた実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれていることです。著者の糸井ゆりめぐみ先生は形成外科専門医としての豊富な経験を生かし、読者一人一人が自分に合ったアンチエイジング法を見つけられるよう丁寧に解説しています。例えば美容グッズやサプリメント、化粧品の選び方についても詳しく触れられています。市場には多種多様な製品があふれており、何を選べばいいのか迷ってしまうことも多いでしょう。著者はこれらの製品の効果や安全性について科学的な根拠に基づいて解説しています。また製品の選び方や使い方についても具体的なアドバイスを提供しており、読者が自分に合った製品を見つけられるようサポートしています。さらにこの本では美容や健康に関するよくある質問にも答えています。例えば朝食は本当に必要か、運動は毎日する必要があるか、お酒は完全に控えるべきかといった疑問に対して医学的な見地から回答が示されています。これらの情報は日々の生活の中で実践できる具体的なアドバイスとなっており、非常に有用です。またこの本では年齢を重ねることを恐れるのではなく、むしろポジティブに捉えることの重要性が強調されています。著者は加齢に伴う変化を自然なプロセスとして受け入れつつ、同時に健康的で活力ある生活を送るための方法を提案しています。これは単なる外見の若さだけでなく、内面からの輝きを大切にする姿勢を表していると言えるでしょう。この本の魅力は単に美容や健康の知識を提供するだけでなく、読者一人一人が自分らしく年を重ねていくための指針を示していることです。著者は画一的な美の基準に縛られるのではなく、個々人の個性や生活スタイルに合わせたアプローチを推奨しています。これは多様性が尊重される現代社会において非常に重要なメッセージだと言えるでしょう。またこの本では環境への配慮や持続可能性についても触れられています。例えば化粧品の選び方において環境に優しい製品を選ぶことの重要性が指摘されています。これは個人の美容や健康だけでなく地球全体の健康にも配慮する姿勢を示しており、読者に広い視野を持つことを促しています。この本は単なる美容本や健康本の枠を超えた人生の指南書とも言えるでしょう。年齢を重ねることを恐れるのではなく、むしろそれを楽しみ充実した人生を送るためのヒントが随所に散りばめられています。例えば新しいことに挑戦することの重要性や生涯学習の意義についても触れられており、心身ともに若々しさを保つための総合的なアプローチが提案されています。またこの本では世代間のコミュニケーションの重要性についても言及されています。若い世代との交流が新しい視点や刺激をもたらし、心身の若さを保つのに役立つという指摘は非常に興味深いものです。著者は世代を超えた交流を通じて互いに学び合い成長し合うことの意義を強調しています。最後にこの本は読者に自分らしく生きることの大切さを伝えています。美しさや健康の定義は人それぞれ異なり、画一的な基準に縛られる必要はありません。著者は自分の価値観や生き方を大切にしながら心身ともに健康で充実した人生を送ることを提案しています。この本を通じて読者は単に外見の若さを保つ方法だけでなく、内面から輝き続けるための知恵を得ることができるでしょう。年齢を重ねることを恐れるのではなく、むしろそれを人生の新たな章として前向きに捉え、日々を豊かに過ごすためのヒントが詰まった一冊だと言えます。皆さんもこの本を読んで自分なりのアンチエイジング法を見つけ、いくつになっても輝き続ける人生を送ってみてはいかがでしょうか。年齢を重ねることは決してマイナスなことではありません。むしろ経験を積み知恵を蓄え自分らしさを深めていく素晴らしい過程なのです。この本はそんな人生の旅路を豊かなものにするための頼もしい道しるべとなってくれることでしょう。さてここまで老化スピードを遅くするシミ、シワ、たるみ、糖化を予防するアンチエイジング術、お医者さんが教える老けない習慣についてお話しました。ここからはこの本の内容をさらに深く掘り下げ、現代社会における意義や関連する科学的知見について詳しく解説していきましょう。まずこの本で取り上げられている糖化という現象について
もう少し詳しく説明しましょう。糖化とは、タンパク質と糖が結合する化学反応のことで、これが進むと肌の張りや弾力が失われていきます。この現象は、単に美容の問題だけでなく、体全体の健康にも大きな影響を与えます。例えば、糖化が進むと、体内のコラーゲンやエラスチンといった重要なタンパク質が変性し、機能を失っていきます。これは肌のシワやたるみの原因となるだけでなく、血管の硬化や関節の柔軟性低下にもつながります。つまり、糖化を防ぐことは、見た目の若さを保つだけでなく、健康寿命を伸ばすことにもつながるのです。糖化を防ぐ方法としては、食生活の改善が非常に重要です。特に、糖質の過剰摂取を控えることが大切です。ただし、ここで注意したいのは、単に糖質を制限すればいいというわけではないということです。体に必要な栄養素をバランスよく摂取しながら、糖質の質と量を適切に管理することが重要です。例えば、精製された白砂糖やでんぷんの多い食品よりも、食物繊維を多く含む全粒穀物や野菜、果物からの糖質摂取を心がけるといいでしょう。これらの食品に含まれる食物繊維は、糖の吸収を緩やかにし、急激な血糖値の上昇を防ぎます。また、抗酸化作用のある食品を積極的に摂取することも効果的です。ビタミン C や E、ポリフェノールなどの抗酸化物質は、糖化の進行を抑制する効果があります。さらに、運動も糖化を防ぐ上で重要な役割を果たします。適度な運動は、血糖値のコントロールを助け、インスリン感受性を高めます。これにより、体内での糖の代謝が促進され、糖化のリスクが低下します。ただし、ここで注意したいのは、過度な運動はかえって体に負担をかけ、酸化ストレスを増大させる可能性があるということです。自分の体力に合わせた適度な運動を継続的に行うことが大切です。次に、この本で取り上げられているシミについて、もう少し詳しく見ていきましょう。シミの形成メカニズムは非常に複雑で、単に日焼けだけが原因ではありません。確かに、紫外線による刺激はメラニン色素の過剰生成を引き起こし、シミの主要な原因となります。しかし、それ以外にも様々な要因が関わっています。例えば、ホルモンバランスの乱れもシミの形成に大きく関与します。特に女性の場合、妊娠や更年期などホルモンの変動が大きい時期にシミが出やすくなります。これは、女性ホルモンのエストロゲンがメラニン色素の生成に影響を与えるためです。また、ストレスもシミの原因となります。ストレスによって分泌されるコルチゾールというホルモンは、メラニン色素の生成を促進する作用があります。さらに、炎症もシミの形成に関わっています。例えば、ニキビやかぶれなどの炎症が起きた部分に、後からシミができることがあります。これは、炎症によって皮膚のバリア機能が低下し、メラニン色素が過剰に生成されるためです。このように、シミの形成には様々な要因が複雑に絡み合っています。したがって、シミ対策も多角的なアプローチが必要となります。単に日焼け止めを塗るだけでなく、ストレス管理や適切な栄養摂取、炎症を抑える生活習慣など、総合的な対策が重要です。ここで、シミ対策に効果的な栄養素について少し詳しく見ていきましょう。ビタミン C は、メラニン色素の生成を抑制する効果があります。また、コラーゲンの生成を促進し、肌の弾力を保つ働きもあります。ビタミン E は強力な抗酸化作用を持ち、紫外線による肌ダメージを軽減します。これらのビタミンは、柑橘類や緑黄色野菜、ナッツ類などに多く含まれています。また、最近注目されているのが、ポリフェノールの一種であるプロアントシアニジンです。これは、ブドウの種や赤ワインに多く含まれる成分で、メラニン色素の生成を抑制する効果があります。さらに、オメガ3脂肪酸も肌の健康維持に重要な役割を果たします。炎症を抑制し、肌のバリア機能を強化する効果があります。次に、この本で取り上げられているシワについて、さらに詳しく解説しましょう。シワの形成メカニズムは、単純に年齢を重ねるだけでなく、様々な要因が複雑に絡み合っています。主な要因としては、コラーゲンとエラスチンの減少、皮膚の水分量の低下、紫外線によるダメージ、表情筋の繰り返しの動きなどが挙げられます。
特に注目したいのが、最近の研究で明らかになってきた糖化とシワの関係です。先ほども少し触れましたが、糖化はコラーゲンやエラスチンの機能を低下させ、肌の弾力を失わせます。これはシワの形成を加速させる大きな要因となります。また、酸化ストレスもシワの形成に大きく関わっています。私たちの体内では常に活性酸素が発生していますが、これが過剰になると細胞を傷つけ、肌の老化を促進します。特に紫外線は強力な酸化ストレスの要因となります。さらに、最近の研究では、睡眠の質とシワの関係も注目されています。質の良い睡眠は、肌の再生と修復に不可欠です。睡眠中は成長ホルモンの分泌が活発になり、これが肌の再生を促進します。逆に、睡眠不足が続くと、肌の再生が10分に行われず、シワの形成が加速する可能性があります。シワ対策としては、これらの要因に総合的にアプローチすることが重要です。例えば、抗酸化作用のある食品を積極的に摂取したり、適切な紫外線対策を行ったり、質の良い睡眠を心がけたりすることが効果的です。また、適度な運動も重要です。運動は血行を促進し、肌への栄養供給を助けます。さらに、ストレス解消にも効果があり、間接的にシワの予防にもつながります。ここで、最近注目されているフェイシャルヨガについても触れておきましょう。フェイシャルヨガとは、顔の筋肉を意識的に動かすエクササイズのことです。これにより、表情筋を鍛え、顔のたるみやシワを予防、改善する効果が期待できます。ただし、過度に行うと逆効果になる可能性もあるので、適切な指導の下で行うことが重要です。次に、この本で取り上げられているたるみについて、さらに詳しく見ていきましょう。たるみの主な原因は、加齢に伴う皮膚の弾力低下と重力の影響です。しかし、これ以外にも様々な要因が関わっています。例えば、急激な体重の増減もたるみの原因となります。特に、短期間で大幅に体重を落とした場合、皮膚が縮むスピードが体重の減少に追いつかず、たるみが生じやすくなります。また、喫煙も大きな要因の一つです。タバコに含まれる有害物質は、皮膚のコラーゲンとエラスチンを破壊し、たるみを加速させます。さらに、最近の研究では、慢性的な炎症がたるみの形成に関与していることが分かってきました。体内で慢性的な炎症が続くと、コラーゲンやエラスチンの生成が阻害され、肌の弾力が失われていきます。この慢性炎症は、不適切な食生活やストレス、睡眠不足などによって引き起こされます。たるみ対策としては、これらの要因に総合的にアプローチすることが重要です。例えば、バランスの取れた食事や適度な運動、10分な睡眠、ストレス管理などが効果的です。特に、タンパク質の摂取は重要です。コラーゲンやエラスチンの原料となるアミノ酸を10分に摂取することで、肌の弾力を維持することができます。また、最近注目されているのが、フェイシャルマッサージです。適切な方法で行うフェイシャルマッサージは、血行を促進し、リンパの流れを改善します。これにより、肌の代謝が活性化され、たるみの予防、改善に効果があると言われています。ただし、力の入れ具合や方向を間違えると逆効果になる可能性もあるので、正しい方法を学んでから行うことが大切です。さらに、最新の美容医療技術についても触れておきましょう。例えば、HIFU という技術があります。これは、高密度焦点式超音波を用いて、皮膚の深層部にある筋膜層にアプローチする治療法です。コラーゲンの生成を促進し、たるみを改善する効果があるとされています。ただし、これらの医療技術は専門家の指導の下で行うべきで、安易に選択すべきではありません。ここで、この本の特徴的な点として、内面からの美しさを重視していることに触れたいと思います。著者は、単に外見の若さを保つだけでなく、内面の充実が真の美しさにつながると説いています。これは、現代の美容観に一石を投じる重要な視点だと言えるでしょう。例えば、ポジティブな思考や充実した人間関係が、ストレスの軽減や幸福感の向上につながり、結果として肌の状態を改善する可能性があります。実際、心理的なストレスが肌の状態に悪影響を与えることは、
さまざまな研究で示されています。ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰分泌は肌のバリア機能を低下させ炎症を引き起こす可能性があります。また生きがいや目標を持つことの重要性も指摘されています。目標に向かって努力することで脳が活性化され体全体の代謝が上がります。これは肌の代謝にも良い影響を与え結果として若々しさの維持につながる可能性があります。さらに社会とのつながりを持つことの重要性も強調されています。孤独感や社会的孤立はストレスを増大させ様々な健康問題のリスクを高めることが知られています。逆に良好な人間関係を築き社会とのつながりを持つことは精神的な健康を維持し結果として肌の状態にも良い影響を与える可能性があります。この内面からの美しさという考え方は単なる美容の枠を超えて人生の質の向上にもつながる重要な視点です。年齢を重ねることを恐れるのではなくむしろそれを人生の新たな段階として前向きに捉え内面の充実を図ることで真の意味でのアンチエイジングが実現できるのではないでしょうか。この本で提唱されている内面からの美しさという概念は現代社会において非常に重要な意味を持っています。私たちは往々にして外見の若さや美しさにとらわれがちですが真の美しさは内面からにじみ出るものだという視点は非常に示唆に富んでいます。例えば心の豊かさや知的好奇心は人の表情や立ち振る舞いに大きな影響を与えます。知的好奇心を持ち続けることで脳が活性化され認知機能の低下を防ぐことができます。これは単に頭脳の問題だけでなく表情の豊かさや目の輝きにも反映されるのです。また他者への思いやりや感謝の気持ちを持つことも内面の美しさを育む重要な要素です。利他的な行動はセロトニンやオキシトシンといった幸福感をもたらすホルモンの分泌を促進します。これらのホルモンはストレス軽減や免疫機能の向上にも寄与し結果として肌の状態にも良い影響を与える可能性があります。さらに生涯学習の重要性も指摘されています。新しいことを学び続けることは脳の可塑性を維持し認知機能の低下を防ぐだけでなく人生に対する前向きな姿勢を育みます。これは顔の表情や姿勢にも現れ結果として若々しい印象を与えることにつながります。この本は美容や健康の分野に新たな視点をもたらしています。単に外見の若さを追求するのではなく内面の充実と外見の若さのバランスを取ることの重要性を説いているのです。これは現代社会において非常に重要なメッセージだと言えるでしょう。この本が提唱するアンチエイジングの概念は単に年齢を重ねることを恐れるのではなくむしろそれを人生の新たな段階として前向きに捉え内面の充実を図ることで実現できるものだということを強調しておきたいと思います。年齢を重ねることで得られる知恵や経験を大切にしそれを自分自身と周囲の人々のために生かしていくこと、それこそが真の意味でのアンチエイジングなのではないでしょうか。この本は読者に対して自分自身の価値を再認識し内面から輝く美しさを追求することの大切さを教えてくれています。それは単なる美容書の枠を超えた人生の指南書とも言えるでしょう。年齢を重ねることを恐れるのではなくむしろそれを楽しみ充実した人生を送るためのヒントが随所に散りばめられているのです。以上、本日の講義では老化スピードを遅くするシミ、シワ、たるみ、糖化を予防するアンチエイジング術お医者さんが教える老けない習慣を通じて現代社会における美容と健康の在り方について深く考察してまいりました。この書籍が提唱する考え方は単なる外見の若さを追求するものではなく心身の健康を総合的に捉えるものです。これは現代の美容観に新たな視点をもたらす重要な提案だと言えるでしょう。例えばテロメアという染色体の末端部分に着目した最新の研究ではストレス管理や適度な運動、バランスの取れた食事といった生活習慣が細胞レベルでの老化に影響を与えることが明らかになっています。これは本書で提唱されている総合的なアプローチの有効性を裏付けるものと言えるでしょう。またエピジェネティクスという遺伝子の働きを制御する仕組みに関する研究も
本書の内容と深く関連しています。この分野の研究によると、生活習慣や環境要因が遺伝子の発現パターンに影響を与え、結果として老化のスピードにも影響を及ぼすことが分かってきました。つまり、日々の習慣を見直すことで遺伝子レベルでの老化対策が可能になるのです。さらに、腸内細菌層と美容の関係についても触れておきたいと思います。最近の研究では、腸内環境が肌の状態に大きな影響を与えることが明らかになっています。例えば、ある種の乳酸菌が肌の保湿力を高めたり、紫外線によるダメージを軽減したりする効果があることが報告されています。これは本書で強調されている内側からのケアの重要性を科学的に裏付けるものと言えるでしょう。一方で、現代社会特有のストレス要因についても考慮する必要があります。例えば、デジタルデバイスの普及に伴うテクノストレスや、ソーシャルメディアによる比較意識の高まりなどは、新たな美容、健康上の課題をもたらしています。これらの問題に対しては、本書で提案されているようなホリスティックなアプローチが特に有効だと考えられます。また、環境問題と美容の関係についても言及しておきたいと思います。大気汚染や紫外線の増加といった環境変化は、肌の老化を加速させる要因となっています。これに対し、本書では日々のケアだけでなく、環境に配慮したライフスタイルの重要性も示唆されています。これは個人の美容と地球環境の健康を結びつける新しい視点だと言えるでしょう。さらに、本書の内容はウェルエイジングという概念とも深く関連しています。ウェルエイジングとは、単に寿命を伸ばすだけでなく、生涯を通じて心身ともに健康で充実した生活を送ることを目指す考え方です。本書で提案されている総合的なアプローチは、まさにこのウェルエイジングの実現に寄与するものと言えるでしょう。本講義を通じて、皆さんには美容や健康についてより広い視野を持っていただけたのではないでしょうか。年齢を重ねることを恐れるのではなく、むしろそれを人生の新たな段階として前向きに捉え、内面の充実を図ることの重要性、そしてそれが結果として外見の若々しさにもつながるという考え方は、現代社会において非常に示唆に富むものです。今後の研究課題としては、個人の遺伝的特性や生活環境に応じたパーソナライズドな美容・健康アプローチの開発が挙げられるでしょう。また、テクノロジーの進化に伴い、非侵襲的な方法で体内の状態をリアルタイムにモニタリングし、それに基づいて最適なケアを提案するシステムの開発なども期待されます。皆さんには、本書の内容を単なる知識として吸収するだけでなく、日々の生活の中で実践し、自分なりのアンチエイジング法を見出していただきたいと思います。そして、その過程で得られた気づきや疑問をさらなる学びにつなげていっていただければ幸いです。美容や健康の追求は決して自己満足で終わるものではありません。自分自身が健康で活力に満ちていることは、周囲の人々にも良い影響を与え、ひいては社会全体の活力につながっていくのです。その意味で、本書の内容を学び実践することは、個人の幸福追求であると同時に、社会貢献の一つの形とも言えるでしょう。そして最後に、読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上も必要です。なぜなら、美容と健康は個人によって大きく異なり、一般的な知識だけでは十分な効果を得ることが難しいからです。また、専門家のサポートがあることで、より安全で効果的なアプローチが可能となり、目標達成への道のりが明確になります。そこでおすすめしたいのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。ライザップは単なるダイエットジムではなく、総合的な美容と健康管理のサービスを提供しています。その特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングにあります。これにより、一人一人のニーズや目標に合わせたきめ細かなサポートを受けることができます。ライザップの最大の魅力は、結果にコミットという姿勢です。これは単なるキャッチフレーズではなく、実際に結果を出すための徹底したプログラムが用意されています。専属トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるので、
モチベーションを保ちやすいのが特徴です。また、ライズアップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ、食べられるダイエットとして知られています。これは、単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ、理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらに、リバウンドしにくい体作りにも注力しているので、長期的な健康維持にも効果的です。ライズアップのトレーニングは、1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また、完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライズアップの自信の表れとして、30日間無条件全額返金保証も実施しています。これは、ライズアップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらに、ライズアップは単なるダイエットサービスを超えて、総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより、体重減少だけでなく、総合的な健康の向上を目指しています。ライズアップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたい、など、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して、結果にコミット、することを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた、人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライズアップの成功の秘訣は、このような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが、定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライズアップメソッドによって、52kg 減量、38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライズアップは今後、さらに包括的な分野で、健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中で、そのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライズアップの成功は、単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライズアップとの関係における絆、すなわち、顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライズアップは顧客の期待を上回る感動を提供することで、強い共感を得ています。このように、ライズアップは単なるダイエットジムを超えた、総合的な健康、美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって、非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。